オーストリア帝国期の国家最小メッテルニヒ20帝国成立後、初代のオーストリア首相及び共通閣僚評議会議長となった本ボイスト20帝国成立後の初代ハンガリー王国首相アンドラーシュ帝国期オーストリアの首相では19世紀以降のオーストリア帝国、オーストリアハンガリー帝国における首相職の変遷、人事の一覧について述べる。オーストリア帝国において 首相に相当する官職の名称は次のように変遷した。オーストリア・ハンガリー帝国には、オーストリアとハンガリーの双方に独立した政府、議会があり、オーストリア首相の首相、またはミニスタープロスイデントン・オステライクスとハンガリー王国首相の首相、またはミニスタープロスイデントン・ウンガーンズは皇帝によって別々に任命されていた。しかし両国は、 対外的には単一の国家として外交権を行使していたため外務省、国防省、財務省の参照のみ統一されていた。そのため、双方の首相及び統一外省、統一国防省、統一財務省によって帝国共通の閣僚評議会が組閣されており、統一外省が首相にあたる共通閣僚評議会議長を兼務した。ありがとうございます。